ハイエンターおよびノポンからの避難民はコロニー6に収容した。幸いここは寄進兵が要塞化してくれていたからな。しばらくは持つじゃろう。皮肉なもんだな。残者から逃れたいのにその体である巨神からは離れられないってのは。まあ俺たちが暮らす大地だしな。姫様、一つだけ確認したい。避難してるハイエンタ大丈夫なのか。確証は持てないが、おそらく大丈夫だと思う。生き残った者たちは私同様全てホムスとの根血だ。どうか、彼らが変異するときは私もまた。もしその時が来たら遠慮はいらない。良いのじゃな。それが運命と受け入れる覚悟は皆できている。そんなことあるわけねえ。でなけりゃ陛下やカリアンさんがメリアにハイエンターの未来を託した意味がねえ。だな。しかしメリア、俺たちは生き残るためにザンザと、そしてテレシアと戦わなきゃならない。全てのテレシアがそうではないとはいえ、かなりの数のテレシアが元はハイエンター、メリアの同胞、臣民たちだ。覚悟はできていると言った。たとえ同胞をこの手にかけることになっても、わずかに生き残った者たちを守る、それが父上や兄上から託された意志だからな。ザンザに囚われた者たちの魂を解放するために私は戦う。強いな、メディアは。その強さ、俺たちも分けてもらうぜ。どうだ、シュルコ。命に別状はないみたい。ディクソンに撃たれた傷は塞がっていたから、多分メイナスが最後の力でシュルコを守っていてくれてたんだと思う。そうか。今リナーダが見てくれているわ。フィオル、目覚めないの、シルク。シルクの意識は暗く冷たい湖の底に沈んでしまったかのよう。いくら呼びかけても何の反応もない。クソ、ザンザの野郎。こんな時にもしテレシアが襲ってきたりしたら。そん時はシルク抜きで戦うしかあるまい。そのために皆で防備を固めておるんだからな。わしらの作った武器もちっとは役に立つじゃろうて。やるしかないよな。徹底的に抗ってやる。本当に抗う意味があるのかな。どういう意味だ、アルビス。言葉のままさ。僕たちは巨神からザンザから発生した生命だ。それがザンザの意志でテレシアによってその体へ帰ろうとしている。病気や寿命で普通に死んでも、そのムクロは巨神へと帰る。どちらも同じこと。何ら異なるものではない。違うかい？ああ、大違いだぜ。なんせ一方的にやられるんだからな。俺たちにだって生きる権利はある。そうだな。たとえ創造主だろうと、そこから生まれた命を好き勝手に奪っていいって道理はない。それは僕らの尺度でのものの考え方だ。彼は神だ。神には神の尺度の考え方があるんじゃないかな。それじゃお前、俺たちは黙って死ねばいいってのか。それが神の定めた運命ならば。運命を受け入れて座して死を待つほど俺たちは達観しちゃいない。どこまでも抵抗してやるさ。たとえその結果この命散ろうともな。ザンザにとっては結果は同じことだよ。それでも戦うのかい？ああ、大事なのは結果じゃない。抗おうとするその意志さ。無駄死にであったとしても。アルビース、お前はどっちの味方なんだよ。それともビビったのか、あのテレシアを前にしてよ。やめるんじゃ。わしらで争っても意味がない。フィオル、ごめん、ちょっと気分転換に外の風に当たってくる。